こうですかね。はい、ではハンターキリンさんからこの通りおろしたカモのね、カモちゃんのお肉をいただきましたんで、これを焼肉にしようかと思います。解凍まで数時間ちょっとね置いときたいんで、後になりますね。これね、解凍する方法はこういったね、なんすか、鉄の上、アルミの上シンクの上にこうやって置いとくと2時間ほどでも溶けます。自然解凍ですね。この上に置いとくのがポイントです。あ、だいたい2時間で柔らかく溶けてきましたね。じゃあこのマガモさんをですね、柳刃で切っていきますね。あ、かわいいカモさんだったんですけどね、ちょうど切りやすい硬さというか、ではこの切り分けたカモちゃんがね、今こうやってねフライパンに並びます。はい、にね1枚ずつ、はい、こんな形で滴るね、血が出てますけども、生々しいですね。もうちょっと焼かないといけないかな、これは。でもこの湯気すごいでしょ、本当にありがとうございます。それではもう一焼きしてね、いただきますね。